はい、こんにちは。128漢方処方分析。今日は66番、腎素湯。ね。虚弱な人の長引く風邪にと書いてあります。さて、抗生生薬は12個。全部読みます。半夏、茯苓、葛根、桔梗、前子、陳皮、体操、人参、甘草、杞日、素葉、消去。ね。まあ、腎素院だからね。人参と、素葉だ。で、まあ、わかるよね。その二つが入ってる。15分類チャートは、利水剤です。茯苓があって、半夏があるからね。利水剤。で、杞剤、素葉があるんで、杞剤だ。ってわかります。生薬1個で方向性がわかるものは、葛根があるんで、鎮痛。ね。桔梗があるんで、肺の作用。そして、陳皮があるんで、消化器疾患だ。と、わかりますね。まあ、そういうことで、結構、腎素院の性格、わかりやすいと思います。虚実、簡易版ではマイナス1点。これは、人参、ね、人参でマイナス1点です。精密版でもマイナス1点です。強く温める、強く冷やす生薬はなく、ね、真ん中でいいですけども、あえて言えば人参が入っているんで、やや温めると言って問題ありません。木に向いている生薬は人参と素葉、水に向いているのが半夏です。腹診、特別な所見は腎素院ではありません。6病位は桔梗があるんで、小葉病気。小葉病気といえば、舌は白い白帯、脈は中間といえば漢方医っぽく聞こえます。保険病名は、なんと、感冒と咳の二つです。ね。まあ、咳ってあるから結構出しやすいよね。長くても。で、こんな症状にも、神経症、風邪の慢性期、長引く呼吸器症状、うつ状態などにも有効です。さて、ルールからイメージできる、典型的患者像。分類チャートからは、素葉があるので、杞剤とわかり、また、茯苓と半夏があるので、利水剤の性格も合わせ持ちます。生薬の方向性からは、桔梗があるので、肺の作用。葛根があるので、鎮痛作用があり、陳皮の存在から、消化器疾患向けとわかります。虚実スコアは、簡易版、精密版ともマイナス1点で、虚弱向けの漢方薬とイメージできます。そして、寒熱のルールからは、人参の存在から、やや温める漢方と推測できます。腹部は、虚弱者向けの漢方であることから、ね、特別、強く張っていない。ね、軟弱だってことが推測可能です。それ以外に特別な所見はありません。あえて言えば、魔王が飲めないヒントである新株の、水分貯留音。指でタップするとチャポチャポって言います。それを進化浸水音って言うんですね。そんなことをあえて加えてもいいでしょう。6病位の分類は、陳皮に着目すると、まあ、桔梗とかね、こじれた状態に使う、小葉病気のものとわかります。舌は白帯、脈は浅くも深くもなく触れる中間が大典型的なイメージなんですね。生薬から結構わかるでしょ。さあ、ワンポイントアドバイス。腎素院は風邪の急性期に酵素酸や軽視等で治療した人が長引いた時に使用するイメージです。酵素酸や軽視等は魔王が入っていません。魔王が飲めない人用の漢方薬で対応した。つまり、華奢な人の漢方が長引いた場合ということなんですね。さて、で、素葉があるので気分の巡りも良く、よって気分が晴れない時に使うこともできますと。ということです。原点和剤虚構ね。浅田宗博は仏語訳出奉還区別で何と言ってるか。腎素院は血の混じった外装を主目的にすると言っています。今時血の混じった外装ってなかなかないんでね、昔は結核があったからね、肺がんは滅多なかったけど、まあ結核の弱った人に使ったっていうイメージであれば、僕は結構整合性が合うと思っています。腎素院、簡単に言うと、初期の風邪の治療が麻黄湯が飲めない人、ね、酵素酸や軽視湯から入った人、飲めないってのは飲むと、ムカムカドキドキ食欲なくなるって人です。死んだりしません。出しても平気です。でも先生、あれ苦手って人は、酵素酸や麻黄、軽視湯がいいんですね。そんな人は結構長引くんです。
魔王が飲めれば飲めるほど結構早く治ります。長引いた場合に腎素院に変えてちょっとしばらく様子を見るっていうようなイメージが腎素院の、僕的なね処方のイメージです。ぜひ使ってください。はい、128漢方処方分析でした。以上です。